自前だ。来た。いやいつ以来ですか、このジャンボリーで出られるの。結構久しぶりだよね。なんだかすげえ久々な感じしますよ。 YouTube ではちょっちゅう拝見してるんですけど。いや俺も見てるよ。あ、そうなんですか。逆に俺のが再生回数多いよね。やめなさいって。 3桁ぐらい違うよ正直。すごいんですから YouTube の再生回数。びっくりするんだから本当に。いや結構いい。あれ再生回数チェック俺すげえするんですけど。します。たまにする。あ、やっぱりするんだ。エゴサーチ的な。めちゃくちゃする。俺3回ぐらい増えてるだけでも嬉しいですもん、なんか。俺たまにいいね押してあげてる。え、本当ですか。お願いします。皆さんも YouTube にサボテンさんとして結構上がってますんで。はい。これで今日帰って低評価は増えてたらやめてくださいね。そうね。高評価もしかない。高評価ね。YouTube でね、結構動画上げてらっしゃるのが何曲か本当に爆発的に再生回数いってるのがあるからびっくりしますけどもね。YouTuber ですよ、YouTuber。ね。ベースなんですね。ベースとパーカッションとギターと、なんかいいな、雰囲気があるな。このメンバーでやるの初めてですか、今日。30年ぶり。この皆さん同級生でいらっしゃる。中学校の時に。中学の同級生。同級生でバンドを組もうつって組んで。30年ぶりの再結成。そうです。歴史的な夜じゃないですかこれ。そうなんですね。お、すごい。いや、あの奥の方にもまだじゃ同級生がいらっしゃるっていう感じでね。すごいなぁ。いいですね。当時もこの3人編成だったんですか。一番最初はね。おで一応どんどんバンドメンバー増えていって、はいはいはい、キーボードとか、はいはい、あのリードギターとかする人いたんだけど、はいはい、あのなんつうの、幼い恋みたいな感じで自然消滅してたみたいな。あ、そういう時代もあったんですね。そういう時代を経て30数年ぶり。え、その当時からテイクオフっていうバンド名だったんですか。そうすげえ。テイクオフにするかブルートレインにするかつったんだけど、ブルートレインってなんかちょっと演歌っぽいねっていう話で、でテイクオフって候補はあったんですね。 なんか飛び立とうみたいな。いや、いいお名前だと思いますよ、まあ、子供なりに考えてね。すげえ、三十数年ぶりの再結成だ。久々にやりますんで。おお、これはちょっと鳥にふさわしい感じがしますね。いや、まああんまり期待してないのでください。いやいや、しますよ、そりゃもう。中華ね。お、飲みすぎだからもう。あ、もう助走ついてですね。助走ついちゃって、そう、ね、これね、あのジャンボリーあるあるなんですよ。後半の人大体酔っ払ってるっていうね。もう出来上がっちゃってるっていう、これジャンボリーあるあるですね。しょうがないことですから、これは。昨日練習に来て、タクシーで帰ったらしいですよ。昨日練習に来てタクシーで帰ってんすか。だから、昨日動画もちょっと撮ってるから、それを差し替えてやるかもしれない。何プロみたいなことやるんですか。すごいっすね、そう、いいところだけ使うみたいな。アーティストのライブみたいな。すごいな。いやでもちょっと今日のもじゃあ YouTube に上げる可能性が高い。お、見る絶対見ます。だから下手くそとか言ったの全部 YouTube に上がっちゃいますから。あ、入っちゃう。でもあと編集でカットできるでしょ、その辺。頑張れ YouTuber。 わざとらしいヤジとかもありがとうございます。いい感じですね。行きます。ということで30数年ぶりの再結成ということで大いに盛り上げていただきたいと思います。ご準備どうですか。行けますか。行っちゃいますか、はい、それでは皆さん大きな拍手でお迎えください。テイクオフの皆さんです、どうぞ。テイクオフ復活しました。
しとんだぞ。ザラララララでデカくさい人の心まるでタンガーエやかましいわ。いや僕らもね、ない。